第一次調査作戦とは、日中戦争中の1941年9月18日から10月6日の間に、湖南省の調査周辺で行われた日本陸軍の作戦である。調査を拠点とする中国軍第9戦区軍に、日本の第11軍が打撃を与えた。当初の作戦故障は、加合作戦。中国側故障は、第二次調査戦役。また、 日本軍の調査方面への作戦に対して中国軍は偽証方面への総反抗を発動日本軍は苦戦の末撃退した1941年1月大本営とシナ派遣軍は重慶政府を転覆させ事変解決のきっかけを作るため夏から秋にかけての総力を挙げた一大攻勢作戦を決意していたその主体となるのが第11軍による 調査作戦である。ところが、6月独ソ戦の勃発による、赤徳縁への兵力転用や、日米交渉の難航による、南方作戦準備が問題になるにつれ、大本営や陸軍省では、調査進行中止論が台頭してきた。しかし、第11軍司令官、阿南コレチカ中将は、大いなる熱意をもってこの作戦準備を推し進めた。それは、 南方や満州へ兵力が抽出される前に中国軍に打撃を与え、以後の自尊自活を容易にするという必要性からである。そして南方へ転用予定の兵力を使用しないこと、なるべく早期に切り上げ反転期間するという条件付けを受けて作戦は実行に移されることとなった。調査には第9戦区軍司令部があり、 この方面は1939年秋に行われた小作戦以来、約2年間日本軍の侵攻を受けていなかったため、第9戦区軍の戦力は充実していた。調査を攻略して、第9戦区軍に打撃を与えることができれば、事変の早期解決につながると考えられたのである。つまりこの作戦の目的は、 第九戦区軍の拠点である調査へ進行しその戦力を撃退することにあり、地点の占領や物資の獲得が目的でないことが、軍首脳部から何度も強調されていた。偽証方面当初の作戦方針は、新昇下北岸に、西から第4師団、第3師団、第6師団、第40師団を並列させ、強力な砲兵力を活かして、 コナン野の中央突破を図るというものであった。攻勢発起前の9月7日から10日にかけて、側背面の脅威を取り除くため、第6師団が大雲山周辺の総統を行ったが、徹底性を欠き、13日、攻撃位置につく前の第40師団が、陣前出撃してきた第58軍に待ち伏せられ吹き、遭遇戦となった。9月18日、日本軍は攻勢を 新商川の塗装を開始した。南岸の重心陣地には中国軍第四軍が配備されていたが、日本軍は要する各種火砲322門を持って一挙に陣地を突破した。撃破された第四、第五十八軍は道路を破壊して東方の山地へ交代した。東翼の第四十四団は南東の平井へ向かって進撃した。9月20日、第四四団 第3師団、第6師団は骨水の左岸まで進出。日本軍の正面では第37軍など4個師が季節陣地によって守備しており、そこへ打撃軍である第26軍が北上して東から日本軍を側撃する構えを見せた。そこで日本軍は従来の作戦方針を一変し、第6、第40師団で 第26軍をさらに東から包囲殲滅することに決した。第6師団は第26軍の後方を遮断するために東へ大きく迂回、産地帯を急進して、金井を吸収した。骨水左岸地域の中国軍は産地や統治過人地を拠点に頑強に抵抗したため日本軍は苦戦を強いられたが22日から25日までの戦闘で、 第26軍は撃破されて南東に退却し北上してきた増援の第10軍も第3師団に撃破された。日本軍は骨水左岸海戦に兵力集中させるよう徹底したため東部山系にいる中国軍を軽視していた。しかしこの山地にはさらに第2 9軍や第72軍が集結中でこの東部山系から西へ向かって 日本軍の後方を、側撃死傷機を得ることこそが、まさに、中国軍の主眼としている、作戦方針であった。9月21日朝、第11軍司令部に、中国軍第74軍が西方へ移動を、開始した、という情報がもたらされた。第74軍は、中央直径の再生英軍として注目されており、2月に、攻撃軍、突撃死に指定されてからは、 中央の認可がなければ、作戦での使用を禁じられている部隊であった。第11軍とはこれまで数字にわたり、戦闘を交えており、3月の近郊作戦以来、万はじめ、木春付近で、成訓中であった。この第74軍の出現は、調査へ向かう日本軍の作戦構想にも影響を与え、阿南軍司令官は、第74軍の撃破に執念を燃やした。 9月26日、第3師団の先遣隊が春火山付近へ進出すると、全面の中国軍から予想外の抵抗を受けて、不き遭遇戦に突入した。中国軍は続々と兵力を増加させて、猛烈に抵抗したが、日本軍は突撃を反復して春火山陣地を占領した。また、平安付近でも続々進出中の中国軍と戦闘が発生。 第3師団はこれらの作装した戦闘の中で情報を統合し、ようやく第74軍の主力が戦場へ現れたことを知った。第74軍は夜間航軍を行っていたため、日本軍は航空偵察でその位置をつかめず吹きに遭遇する結果となったのである。夜からは永安南方の工事一帯をめぐって熾烈な主流弾戦白兵戦が繰り返され、 第3師団は翌日昼に、ようやく同地を確保したがその損害も少なくなかった。27日、戦場へ到着したばかりの第51師も、第6師団から吸収を受け、大損害を被った第74軍は東方へ、敗走した。第4師団の指揮下にあった早淵死体はいち早く、前進して9月26日に老刀川を、翌27日に、 流洋画を無欠とかして、有国調査市街の一角に突入した。早淵市体が入場した当時、市民はまだ避難しておらず、配送してきた中国軍が後から侵入してくるほどで、あった。日本軍は、市街の破壊や略奪などを禁じた命令を守り、翌28日には、市内の総統を完了させた。9月29日、第4師団主力も、 調査東側地区に集結した。この日、中国空軍の SB 爆撃機9機は、恩合飛行場から発進し、8機が調査市外北端に爆弾30個を投下した。変態を離脱した1機は、偽証飛行場に着陸して、日本軍に基準した。30日、A、AP 通信、アップ通信のアメリカ人、ドイツ人、記者5名を乗せた旅客機が、 調査上空に飛来して調査線量を確認し、その後竹州の軍司令部を訪問して、阿南軍司令官から作戦目的の説明を受けた。これは中国側が依然調査腰を盛んに宣伝していることへの対抗措置である。第三師団は調査よりさらに南の株州への追撃を受信したが、作戦目的達成と判断していた軍司令部から一度は、 却下されていた。しかし、すでに一部を独断で向かわせていた第三師団は再度、追撃を愚信し、軍参謀部を困惑させたが、阿南軍司令官は、あっさりこれを承認した。第三師団は退却途中の中国軍と激戦を、交えながら、29日下部中に突入して、これを占領、休む間もなく、翌日に判定を開始した。調査の占領と、 中国軍の主力部隊を壊滅させ、作戦目的の達成を確認した日本軍は、10月1日日没後に反転を開始した。この反転が開始される前後から、日本軍の平坦戦に対する東からの中国軍の攻撃が積極化してきた。第4師団主力が反転する際、不評第61連隊の第11中隊が取り残され、10月2日に、 調査の近くで包囲される事件が起こった。一部部隊が引き返し、第一飛行団の16機が出動して3日に救出した。日本軍は、頑強に妨害を試みる中国軍を排除しながら北上し、概ね10月6日までに新昇川を渡って帰還した。中国軍は、湖南省の民衆の協力を得て、作戦地域の道路を徹底的に破壊し、 水田はすべて冠水していた。これは装備劣勢の中国軍が日本軍との戦力の均衡を狙ったもので、日本軍の重砲や戦車はついに骨水より南への戦闘に参加できなかった。調査作戦の作王作戦として南章方面では第34師団と独立混成第14旅団が9月25日、27日から陽動作戦を行った。 また北品方面軍も、牽制作戦を実施、第35師団が甲賀を溶かして、南岸の中国軍人地を攻撃した。第11軍は調査から反転に移ろうとする頃、警備の手薄になった偽章には、同地の奪回を目指して、第6戦区軍の約15個師が押し寄せていた。紹介席軍事委員長は10月2日。 鎮政長官に対して、いかなる犠牲をも顧りみることなく3日以内に、偽章を奪回することを言命していた。中国軍の攻撃は9月28日から始まった。各地区の警備隊は予想以上の大軍のため次々に、包囲孤立させられ、中国軍の主力部隊はその感撃を通過し、偽章を目指して進撃した。来航した中国軍は、 中央直径の精鋭約15個死に加え、10、警報、約140門を動員しているとみられた。この地区を警備する第13師団は早渕死体に師団戦力の3分の1を割いていたが、調査作戦や悪影響を与えないようにとの配慮から、中国軍犯行の模様を第11軍司令部に通報していなかった。10月2日、 中国軍の偽章への直接進行の気配が高まる頃、内山師団長は、偽章東側の東山寺大地に、前年の偽章作戦で、中国軍が使っていた残豪の跡を発見した。すでに陣地を新設している暇はなく、配置できる、不評部隊は残されていなかったので、師団長はここに戦闘経験のほとんどない、広報要員388名を配置して、 陣地を補強した。砲兵出身の内山師団長は、第一の両端に、側某千人の三方三門を巧妙に配置した。10月6日未明、ついに中国軍の第一波が東山寺陣地に殺到し、攻撃が始まった。重火器、迫撃砲に支援された中国兵は、手榴弾を投じながら陣地に侵入し、両線を越えて精神する勢いを見せた。 南側側防砲兵は直ちに陣地内に砲撃し、北側の三方も霊距離射撃で突撃を破砕した。混戦の数時間後、中国軍は交代したが、この日以来、中国軍の五腰は毎晩、入れ替わり立ち替わり波状攻撃を繰り返した。10月7日、観光で、内山師団長からの新書を受け取った第3、飛行団長、遠藤三郎少将は、翌日、 軽爆撃機に乗り込んで砲撃にさらされている偽装飛行場に着陸した。内山師団長から兵士の空輸を懇願された。遠藤少将は、軽門飛行場へ折り返し、不評小隊と機関銃分隊のピストン空輸を行うことにした。兵士らは97式輸送機で空輸されたが、3回目の着陸の際に敵砲弾の中を強行着陸したため、輸送機が被弾して、 空輸は中断された。また、第3飛行団は全力を挙げて、偽証周辺の敵を攻撃した。一方、第13師団の苦戦を知った、軍司令部は、第39師団と早淵死体を救援に向かわせた。10月10日午前2時30分、中国軍は、総十節を期しての総攻撃を東山寺正面に、加えてきた。中国兵の必死の突撃に、 陣地の一角が一時危機に瀕したが、守備兵の逆襲と、側防散歩で、過労死で撃退した。第13師団司令部では、一万一の事態に備え、第一戦の連隊から下げられていた軍機の捧ぐ焼き、秘密書類の焼却、師団長一家幹部の自決場所の設営などの準備を、整え、軍司令官宛ての決別の電報が用意されていた。10月11日、 第39師団が到着し、翌日から両師団は攻撃に転じたが、中国軍は10日夜と11日夜の雨天、暗雲を利用して、全軍をすでに交代させていた。中国軍の退却を察知した第3飛行団は、全力で猛攻撃を加え15キロ爆弾128個、50キロ爆弾270個を投下した。その後、日本軍は10月26日まで、 江北方面各地に進攻した中国軍の総統を続けた。日本軍は、偽章の防衛戦における絶望的な状況の中で、最後の手段として、化学兵器による攻撃を実行した。10月7日から11日にかけ、山砲兵第19連隊が中心となって、赤弾1500発、黄弾1 0 0発を発射した。その結果、敵の攻撃機とを挫折させ、 ガスの効果はめて大なりし者のごとしと分析している。10月27日、重慶政府は、偽証戦で、日本軍により毒ガスが使用されたことを発表し、中国兵らはくしゃみ、鼻血、皮膚の変色、激痛を伴う水砲などの症状を表し、約1350名がひどく、うち750名が死亡したとされた。また戦時、第六戦区軍の第二軍司令部に、 同行取材していたアメリカ人ジャーナリストジャック・ベルデンの報告を得たことや戦闘後アメリカ軍の科学将校が行った調査などからアメリカ・イギリス両国は日本軍が毒ガスを使用したことを確信するに至ったこの戦いが行われたのは太平洋戦争開戦2ヶ月前の日米交渉が難航していた時期ということもあり11月27日に アメリカ陸軍長官ヘンリース・スティムソンがフランクリン・ルーズベルト大統領に対してフィリピンへの毒ガス配備を進言するなどアメリカの対日毒ガス戦準備のきっかけとなった調査作戦はアナン軍司令官が熱意を持って推進していたが計画段階から何度も中止の議論が起こったため作戦期間の短縮などの制約を受けたこのため日本軍は砲兵威力を活かして 平地の突破を図る計画だったが、戦況の変化から包囲戦へ方針変更した。中国側の指揮は旺盛で、前もって準備を整え、可能な限りの兵力を集めて日本軍に対抗した。また、日本軍が調査方面へ攻勢を取ったのに対し、中国軍は防備の手薄になった偽証方面に攻勢をかけた。日本軍は、 第74軍を撃破し調査も攻略したが、期間短縮の制約から長く止まることができなかったため、攻略後わずか4日で反転に移った。これに対して中国側は調査は古守しありとのプロパガンダに努めていた。日本軍は作戦目的を達成したものの中国側に与えた物質的、精神的な打撃は限定されたものとなってしまった。そのため、 再度12月に第2次調査作戦を決行することとなった。作戦後、第11軍が報告した戦果は、公戦兵力総数約50万人、行き死体5万4000、保千4300人、対して損害は戦死1 4, 6 7 0人、戦勝5184人であった。ただし、行き死体を作戦中に正確に数えている余裕はないため、 自軍の戦死者を何倍かして報告するのが慣例となっていた。このため報告中の中国軍の行き死体は水増しされていると見られる。ありがとうございます。